どうもこんにちはです。さとちゃんの青空コンサート、はい、今日は2020年9月11日金曜日。またパスワードが外れております。金曜日14時35分。なんだけどね、今日は市役所へ行って、なんとか支援通のね、申請手続き更新ね、更新してきましたよ。今日は私ちょっとね、朝から落ち込んでおります。理由は簡単。うちの部屋だけ布団が干してあります。私のおねしょじゃございませんね。布団がね、干してあるのね。いや、朝方なんかさ、このほら、この下っ腹の布団間からピュー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 出んなと思ってね、こう布団で寝てたらピュー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 、ピュー鼻が痛くなってピュー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 吹き出てるの、ビャ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 バラ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 。まあいいかと思いながらさ、ビャ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 したらちょっと出すぎやばいなと思ってこう探ったらばさ、漏れてんの全部ね。まあ半径じゃなくて直径にしてちょうど30センチぐらいですな、の布団にね染み入っちゃってさ、それからが大変。妻に手伝ってもらってシャワー入ってさ、着替えてもう一度恥直してさ、ほら ソーキングを恥直して布団を引っ張りで全部ね、お風呂場に持ち込んで洗剤で洗っちゃダメなんだよね、匂いが残るから。匂いが消えないから、あの重曹だろ、重曹。さすが妻だに、重曹をバタバタかけてさ、水たっぷり、お湯たっぷり入れて布団の丸洗い、重曹で掛け布団も全部。一年に一遍やっちゃうんだよね、どうしてもね。それがな、いい方法ないがね、はあ、やっぱその時のあの手伝ってくれる妻っていうのはありがたいね、ほんと。妻は助かる。そんでほら寝るとこないでしょ、だから妻がさ、ここに寝ていいよっつってね、私を寝かせつけて、自分はソファーで、ソファーに横になってただけね。あれ朝方だからね、それが大変。そっからが布団の丸洗い、足で踏んでやって、ガタ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 、重曹を入れて、ザッポン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 やって、そんで脱水かけたかな、脱水かけてないよ。部屋の外の様子に、テラスへ布団を持ってって、そのまま乾燥。ほとんどもう乾燥しましたね。はい。そういうシーツも売ってんだってね。ちょうどさ、二重構造になって通気性はいいが水は通さないってやつね。水は通さないけども通気性がいい。ちょうど敬老の日の前にね、ちょうどそういうシーツの売り込みがあって検索してみたら結構高いんだよね。
シングルで5,000円ぐらいかな。買ってあげようかって言われたけど、妻にさ、いらないっついらないっつ、まだ大丈夫だね。それに世話になっ、もう世話になってんのか。なんかね、ビニール下に敷いて寝るのも悔しいしさ、なんかいい方法ないかね。まいったな。というわけでね、今日の私の反省することでございます。皆様もね、いずれその時が来るまで必ず来るから、いずれ、まあ私はちょいちょいたまたま早く来ただけでね、いずれ誰でも来ることだからね。そのために私はね、前もって準備していろんな報告をしておきたいと思います。その時はやっぱしね、妻の力っていうのはね、偉大だね。ほんで窓開けてさね、全部床拭いてね、全部ジャーというか消毒してさ、ということでした。はい、以上でした。はい、これなんか、なんだいこれ。今日もバックの賛成。以上です。